田口総は、福岡県生まれ、兵庫県西宮市育ちの元プロ野球選手。妻は、元 TBS アナウンサーの香川恵美子。セントルイスカージナルスとフィラデルフィアフィリーズ時代に、ワールドシリーズ制覇を2回経験した。2019年から、オリックスバファローズの一軍野手総合圏打撃コーチ、2021年から、外野守備総類コーチを務めている。 福岡県で出生。クラレに勤務していたジップ・ジョれの転勤によって、2歳から8歳まで、千葉県、8歳から小学校5年生の夏までを、岡山県岡山市、中学校時代から大学時代までを、兵庫県西宮市で過ごした。ジョーはかつて、クラレ岡山公式野球部の選手として、社会人級界で活躍していた。その影響で、 2歳上の兄と共に3歳から野球を始めると、岡山市立平副小学校では、当時住んでいた同社社宅内のソフトボールチームに所属、優勝大会多数。西宮市立平木中学校、兵庫県立西宮北高等学校を経て、関西学院大学へ進学した。西宮北高校では、地元に近い甲子園の土を踏めないまま卒業。 関西学院大学で公式野球部に所属すると、同部が加盟する関西学生野球連盟の公式戦で101試合出場、376打数123安打打率、32710本塁が46打点という通算記録を残した。その間には、首位打者1回、最優秀選手1回、ベストナイン4回をそれぞれ受賞。 通算123安打は2019年11月現在でも連盟史上最多安打記録である。ちなみに守備位置は9歳で当時の地元岡山市の野球チームに入ってからオリックスでの入団2年目までショート一筋だったという。1991年のドラフトでオリックスブルーウェーブと日本ハムファイターズから1位指名を受け抽選の結果オリックスが 交渉権を獲得し、契約金1億円、年俸千2 0 0万円で入団合意した。同年オフに退団した福本豊が長年着用していた7番を背負う可能性もあったが、熊野テルミツの遺跡に伴い熊野の着用していた6番で落ち着いた。ドラフトに際しては、平田勝雄の後継遊劇手を求めていた阪神タイガースが指名、獲得を望んでいたという。 これに対して、田口は記者会見で、阪神に行きたくない十過剰なる文章を読み上げる。これは、阪神と疎遠だった関西学院大学野球部及び学校当局が、田口を阪神に行かせたくないために言わせたものだと言われるが、この行為については当時の野球部監督により出席を受け、田口も野球以外のことで怒られたのは初めてだったと語っている。この発言に、 阪神タイガースの岡田昭信は、タイグ面では、9回でも、上位、本当の阪神を知らないのなら、軽率にものを言うべきではないと苦言を呈した。2001年オフにも阪神は FA で、田口獲得を狙ったが、MLB のセントルイスカージナルスに移籍したため、結果として田口が、阪神のユニフォームを着ることはなかった。プロデビュー戦は1992年の開幕戦。 千葉マリンスタジアムでの対ロッテ戦で、前年のベストナイン遊撃手で、オールスターゲームにも出場した小川博文を差し置いて、9番遊撃手で、新人開幕戦先発出場を果たした。この試合では、1回裏の守備機械からゴロをさばいた、際に一塁種への高い送球になってしまう。デビュー当時は監督の土井昌造の厳しい指導から、スローイング障害。 ストレスから突発性難聴に陥り、守備では失策を続け、内野手としては大成しなかった。しかし、狂犬病と一郎が絶賛していた狂犬を活かして、1994年に外野手に転校。最多補殺、ゴールデングラブ賞などの常連になるほど、公州の外野手として、レギュラーに定着する。一郎、元西敦弘との外野手トリオは、 当時9回1の守備力と言われた。シュアなバッティングと堅実な外野守備で、オリックスの1995年1996年シーズンの連覇に貢献。打順は主に1番打者や3番打者を務め、1996年は後半戦から一郎と入れ替わる形で1番に固定された。1997年には1番打者として135試合全出場を果たした。 同年は主に左翼手を務めたのにもかかわらず、視察302という中堅手以外では突出した数値を残し、他にも補えさず17、失策1の守備率、997、RRF1.229 という好成績を収めている。1998年、1999年は二類手、遊撃手として起用されることも多かった。2000年は、 松坂大介、中村の弘らと共に、シドニーオリンピック野球日本代表として出場した。チームは3位決定戦で、韓国に敗れ、4位に終わった。オリンピックでは、日本ハムの田中幸雄選手と、背番号が重なったため、背番号6を譲る形となり背番号1を、着用した。2001年3月、かつて TBS でアナウンサーを務めていた、香川恵美子と結婚。 同年オフにアラン・ニーロを代理人とし FA 宣言。2002年1月9日にセントルイス・カージナルスと3年300万ドルで契約を結ぶ。入団会見時、記者会見場に貼られた横断幕にはドキチと書かれていた。打席に立つ田口2002年は開幕ロースターからは外れたものの6月10日のシアトル・マリナーズ戦でメジャーデビュー。 4試合の出場で無安打に終わりマイナーに降格したが、9月7日に再昇格。その日のシカゴカブス戦の2回にメジャー初安打を記録し、以降15試合に出場。経営2回昇格したメジャーでは19試合の出場で15、打数6安打を放った。2003年も開幕ロースターに残れず、参加のトリプル A 級メンフィスで開幕を迎える。月日に、 メジャー昇格し、9試合の出場で4打数に安打に打点を記録したが、6月8日に降格。8月17日にメジャー再昇格を果たし、9月12日のヒューストンアストロズ戦では2塁手守備について、日本人初の内野守備を経験し、メジャー初本塁打も放った。28日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、デニスレイエースから3点本塁打を放ち、 チームの勝利に貢献。最終的に43試合の出場で打率259に終わったが、得点圏では打率357と結果を残した。同年に長男が誕生し、一時の父親となった。2004年は初の開幕ロースターに残り、メジャー定着を果たした。同年シーズンは109試合に出場し、打率291。 得点圏打率341を記録してチーム新人王となる。カージナルスはワールドシリーズに進出を果たし、自身も第一戦で先発出場してアンダを放ったが、ボストンレッドソックスに4連敗を喫し、優勝は果たせなかったが、このシーズンで評価が一気に高まり、監督のトニーラルーサは、私は層を高く買っている。とたびたび語ったほか、 チーム公式サイトでのチームが最も必要としている選手は誰かというアンケートでは1位にランクインした。オフには複数球団からのオファーがあったが、ダルーサ監督のもとでプレーして野球をもっと勉強したいと1年55万ドルでカージナルスと再契約した。2005年はチーム3位の143試合に出場。8月には12試合連続安打を記録するなど打率。 361、オプス、912を残し、月間 MVP 候補に上がる活躍を見せた。ラリー・ウォーカーや、レジー・サンダースの故障に伴いスタメン出場も増え、アルバート・プホルスが、休養で欠場した試合の3番打者も務めた。シーズンを通じて打率、288.8本塁打、53打点、11、盗塁を残し、得点圏打率。 407を記録した。2006年は開幕戦となったフィラデルフィア・フィリーズ戦に6番左翼手でスタメン出場した。相手先発が左投手の試合ではジム・エドモンズに代わりスタメンで起用されたがプレストン・ウィルソンの加入以降は代打や守備固めでの出場が増え控え外野手として134試合に出場した。ポストシーズンでは ニューヨークメッツとのリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦の9回に、前世紀のゴーアンビリー・ワグナーから、決勝点となる本塁打を放つなど、日本塁打を放つ活躍を見せた。デトロイト・タイガースとのワールドシリーズでは、第4戦の1点ビハインドの7回裏のノーアウト2塁という、場面で、代打バントを命じられて見事に成功。エラーで出塁して自ら逆転のホームを踏み、 カージナルスの大手に貢献した。次の第5戦では8番、左翼で先発出場。7回から右翼に移り勝利を収め、ワールドシリーズ優勝が決まった瞬間フィールドに立っていた初の日本人選手となった。オフには年俸調停を申請していたが、1月16日に92万5千ドルの1年契約を結んだ。2007年は打率290を残し、 代打打率406を記録した。しかしオフには球団が翌年のオプションを行使しないことを発表してノンテンダー FA となった。2008-2007年12月24日にフィラデルフィアフィリーズと年俸100万ドルの1年契約を結んだ。2008年は NPB、MLB 通算1500本安打を達成するも、ダイソー、守備固めでの出場が多く、 後半は同じく移籍してきたエリック・ブラントレットに、そのポジションを奪われ、メジャーデビュー後自己最低の成績に終わった。チームは2年連続地区優勝したものの、自身のディビジョンシリーズ、ワールドシリーズへの出場機会はなく、リーグチャンピオンシップシリーズは4試合に出場したが、すべて代打であった。チームが28年ぶりにワールドシリーズを制したため2006年に、 続き2個目のチャンピオンリングを獲得した。カブス時代2009年1月15日、シカゴカブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加。開幕から、トリプル A 級アイオワで過ごしたが、9月16日にメジャー昇格を果たし、ミルウォーキーブルワーズ戦に出場。40歳2ヶ月での出場は、当時の日本人や主最年長記録だった。しかし、 出場機会に恵まれずレギュラーシーズン終了後に自由契約となった。2010年1月23日、オリックスバファローズと1年8000万円プラス歴高が2000万円で契約。背番号はカージナルス時代のチームメイト、ラリーウォーカーのつけていた番号にあやかった33。主に代打や左投手先発時にスタメンとして起用された。 5月30日に行われた、頑張ろう。神戸デーでは1995年の優勝を経験した唯一のオリックスに所属している現役選手として同日に復刻したブルーウェーブのユニフォームに袖を通した。9月7日のロッテ戦では、代打逆転に乱本類打を放ち、9年ぶりにフルスのお立ち台に上がった。4月21日に、左太もも痛で登録抹消。 その後も、不審や、体調部長があり7月17日に、再び抹消されるなど、シーズン通しての出場は53試合に止まったが、実直な練習態度や周囲へのアドバイスなど、精神的支柱としての面が評価され、翌年も契約することが決まった。2011年は2月の春季キャンプで右肩を痛め、開幕に出遅れるも、5月10日に一軍に昇格。 5月18日の阪神戦では3番、右翼手として出場し、岩田実から、先制タイムリーを放ち2度目のお立ち台に上がった。その後も低迷したチーム打率や後藤高村がに、軍落ちした状況の中で3番として、チームを牽引した。後藤の復帰後は主に2番打者として起用され、交流戦では弟軍である、坂口智隆に次いで、全体2位の打率。 363を記録する。しかしその後は不調に陥り、8月29日に登録抹消される。その後は痛めた右肩の影響もあり一軍に昇格することはなく、戦力外通告を受けて10月13日に退団となった。翌14日に右肩を手術した。12月2日、自由契約公示された。二千十二年は現役続行を目指しながら、 リハビリテーションに専念していたが新規契約期限の7月31日までにどの球団からもオファーがなかったため同日に自身の公式サイトで現役引退を発表した。妻は引退試合がなく終わってしまったことが心残りだったという。2012年9月6日に当時の所属事務所を通じて現役を引退することを正式に発表した。同時に 芸能事務所のホリプロとの間で新たにマネジメント契約を締結、同社のスポーツ文化部に所属しながら野球解説者として活動することを明かした。引退発表から約1ヶ月後の2012年10月2日からは、w i ズ夜はラジオと決めてますの火曜日で、レギュラーでは初めてのラジオパーソナリティを担当。その関係で2012年12月の MBS ラジオスペシャルウィークでは同局のパーソナリティ代表としてスペシャルウィーク PR 大使に起用された。また2012年11月25日に開催された第2回神戸マラソンでは朝日放送による番組企画の一環として人生初のフルマラソンに挑戦。5時間51分20秒で完走を果たした。ちなみに当時は放送局や テレビラジオを問わず多数のスポーツ中継、番組にゲストコメンテーターとして出演。2013年のプロ野球シーズンからは NHK の野球解説者としても活動していた。2015年10月1日にオリックスバファローズが田口を二軍監督としてチームに復帰させることを発表。田口のブルーウェーブ時代のチームメイトで2015年シーズンの 途中から一軍監督代行を務めていた福良純一も一軍監督へ就任することが正式に決まった。バファローズ二軍監督一年目の2016年には1.2軍ともリーグの再開に低迷。田口もシーズン中の7月に脳拘束寸前の体調不良で一時的に休養したほか自身の現役時代と意識が大きく異なる。 若手選手との接し方をプロ野球の中間管理職という立場で模索した。2年目の2017年には、その経験を綴った著書プロ野球2軍の謎を3月30日に厳冬者から刊行。また、この年のみ2軍打撃コーチを兼務していた。2019年から1軍や主総合兼打撃コーチに就任。 2021年からは一軍外野守備総類コーチに配置転換された。大学生時代は名将とと目されていたが、オリックスでは早急イップスが原因で3年目に本格的に外野手に転向する。外野での守備は一郎を上回っているとの評価もあった。瞬速であり、肩も強く、イニング間にはよくレフト定位置の田口とライト定位置の一郎とで、 キャッチボールを行っていた。土井監督時代だけでなく、大木や明監督時代も、外野だけでなく、内野を守ることもあった。カージナル追跡後もレギュラーの休みの穴を埋める、スーパーサブ、10人目のスターターの、ユーティリティープレイヤーとして活躍し、ポストシーズンで、トレバー・ホフマンや、ビリー・ワグナーから本塁打を放つなど、大一番での打撃も目立った。勝負強さが、 持ち味のクラッチヒッターでもあり、2005年には得点圏打率407を記録した。メジャー通算でも打率279オプス717に対して、得点圏では打率331オプス835という数字を残している。また、メジャー通算における満塁値の打率は512である。 2009年に地元紙、セントルイスポストディスパッチ電子版が2000年代のカージナルスベストナインを読者投票で選出し、田口はベストなベンチ要因で断然トップに立った。同志は移籍してもスタンディングオベーションで迎えられるなど、今でもファンに愛されていると田口の人柄も評価した。このようにファンからの支持が高い傾向にあり、マイナー時代に地元ファン用に、 タグチの個人グッズの販売がされていたこともある。ファンにサインをするタグチ誠実かつ実直な性格でオリックス時代から人望が厚く選手会長を務めていたこともある。シドニーオリンピックでは一郎の出場を欲する代表チームに対しオリンピックはアマチュア選手の晴れ舞台と出場を渋る一郎の心境を思んばかり一郎選出回避の単眼を申し出て 自らが代役としてオリンピックに出場した。坂口と孝とは、田口のメジャー時代から続く指定関係であり、オフには共に合同自主トレを行っていた。現役選手時代には、自身の公式サイトで何クソ日記を執筆。その内容を編集した同盟の書籍を2004年に、主婦の友社から刊行したことを皮切りに、プロの著述家に匹敵するとされる。 構成力の高さで数冊の書籍を表したことから、書ける、プロ野球選手という異名を持つ。カージナルスの参加チームで活動していた頃は、日記しか書けない、マイナーリーガーと言われていたが、後に、日記も書けるメジャーリーガーと呼ばれるようになった。何にガスワエは、オリックス時代に指導を受けた、中西太氏から授けられザウの名としている言葉であり、同じく中西の指導を受けた。 岩村明則もザウの名としている。オリックスの二軍監督へ就任した2016年からは、ほぼ日韓糸井新聞内で、野球の人、田口聡の新章初めての二軍監督、日本経済新聞の電子版で、二軍監督、田口聡、というコラムを定期的に執筆。前日した著書、プロ野球、二軍の謎は、2016年分の二軍監督、田口聡。 を同年のシーズン終了後に過失したものである。MLB に移籍した際には、母校の関西学院大学が、キリスト教主義に沿った教育方針をとっていたことなどから、チームメイトと共に教会によく足を運んでいた。ただし、現在でも洗礼は受けておらず、厳密にはクリスチャンではない。自分の心に響きました。理解でき、実感することができました。 これが本物だって分かったんです。妻との関係や人生が困難に陥った時に助けてくれるのはイエス・キリストだと今では思ってますと語った。カージナルスにはジョン・ロドリゲス、ブレーデン・ルーパー、アルバート・プホルスなど信仰心の厚さで知られる選手もいる。田口はプホルスはとても優しくしてくれますね。彼は言語を理解できない。 辛さを分かってくれるし、信仰の手本となるクリスチャンでもある。みんなとても親切にしてくれますね、とコメントしている。カージナルス内では、古参の部類に入るほど長く在籍していたため、地元人気が高い選手だったが、球団ウェブサイトの彼のプロフィールにある、出身大学名は、関西学院大阪であり、兵庫県の大学のままで、全く訂正されなかった。 2008年にはフィリーズ2009年にカブスに移籍した後も訂正されなかった。テレビ現役引退後のレギュラー番組のみ記載ラジオ、現役引退後のレギュラー番組のみ記載映画。ありがとうございます。